何食いますか昼飯。何食う。昼飯動画。今日昼飯動画やねんけど。何食べるか決めます。ちょっと調べとこうかな。俺のおすすめのミョンドン海苔巻きで。ああ、それずっと言ってるよな。俺さ、韓国料理結構好きなんだけどさ。俺も好きやで、まあまあ。で、その海苔巻きが主体なんだけど、そこのサイドのユッケジャンスープめっちゃうまいのよ。うわー、めっちゃいいユッケジャンスープ。で、スンドゥブもうまいんだけど、俺豆腐が食えないから、あ、そうだ。その豆腐がっつり入ってるから。そうやな。ユッケジャンは豆腐、ま、一個も入ってない。素晴らしい料理なの、ユッケジャンって。いや、その美味しいけどな、豆腐。勝山からしたら、ね、そこ俺からしたら、だからそこは結構俺一人でもたまに行くんよ、うん、そのミョンドン海苔巻き。そう3人で。いや一人でな、2人多くすんなよ。クリア、オッケー。まあ俺はミョンドン海苔巻きとかいいかなとか思って。そのバラバラもありえるんこれ。おのおのが買ってきてここに集合ってこと。そんなワンピースみたいなことします？3年後にあるけど、ワンピースなんそれ。知らなそう。あ、そうだ、これとワンピース見てないんだった。あと2年後ね、1年を送すの。いや、そうなの。2年後なんだよ。そう。多分クリア。知らんから。しゅんちゃん、ワンピース知らん。マクドっていうのもあんねんけどな。わ、ちょっとわかるな。全然ありっすね。でも、ヤスちょっとあれやろ。弥生犬を教える。まあ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 、そうっすね。なんか定食でいいかなっていう。でも、寿司だしな。いや、弥生犬でも全然白飯普通に食いたいよ。うん。マクドもいいっすよね。ココイチもあるね。ココイチもありますよね。ココイチもありだな。韓国食堂ソウルオンニー。その名前はいいけど、そのソウルのオンニーな。オンニーってことお姉さんってことだ。え、わかるんすか。まあ、ちょっとわかる、うん、すげえな。ミヤネ屋お兄さん、うん、俺も知ってんねん。え、なんで。俺まあそのトゥワイス結構好きだからちょっと覚えた。え、すげえ。シュンさんは。俺はあのお祭りのバイトしてた時あるんだけど、その時にさ、え、お祭りのバイトしてた。そのうん、何え、お祭りの出店ね。そうそうそう、お祭り一人で騒ぎまくるバイトしてこんなんやってるのかと思うよ。違う違う違う。あ、なんか騒いでる人いる。違う違う、お祭りだ。バイトなんするやつ。何かじゃないっすよね。いや、そう、ほんで、うん、あのめっちゃ韓国人と中国人多かったやん。へえ、どこですかそれ。それはでもやってたのは津祭り。お、あの、三重。三重、三重。そう、それで NSC のバイトを長期アルバイト。あ、なるほどね。1ヶ月住み込みみたいな。そんなあったの。それで一発でバッチン貯めて。へー、すげーな。知らなかった。その時に韓国人めっちゃ通んの、はい、笑かしたじゃん。うん。韓国人と一人仲良くなって、どう言うたら笑うかって聞いたら、うん、こう、お兄さんが通った時に、うん、おむりーみたいな、うん、お母さんって言うの。はいはいはい、まずお兄さんにお母さんっていうボケ、はいはいはい、おめでとう4トンチせよ。これお小遣いちょうだいって。めっちゃ面白いです。おめでとう4トンチせよって急にお店の人に言われるっていう、はい、これだけ覚えてる。おむに受けるでしょ。4トンチせよ受けそう。受けた。これ受けんね。何するかん。あ腹減ってんもう俺。あかんねん。もっと聞きたかったけどな。ごめん。韓国の。韓国の人って、うん、その、なんか、言ったらボケじゃないですか、それ。うん。言われた時に、なんか突っ込むんですか？違うって言うんですか？それともなんか笑うだけなの？いや、笑うだけやな。ああ、まあそう。多分発音とかも変なんやろうな。ああ、なるほど、なるほど。そういうのもあるじゃん。うん、お母さん、お金ちょうだいって、外国で言われたら笑っちゃう。笑っちゃいます。笑っちゃいます。どうやってもね。それこそ最近韓国人と会話してさ、そのカンボジア行った時に、はい、世界遺産のアンコールワット行った時に、はい、その並んでてその、うん、その時後ろが韓国人で、なんか動画映ってたな。で、松山が遅すぎてめっちゃ急車の階段があって、で後ろが韓国人カップルだったんだけど、ずっとケンチャネケンチャネって言われてて、まあ、気にしないで、うん、大丈夫だよみたいな。優しい。そこでちょっと会話したケンチャネよやろ。そうケンチャネよって。ヤスは韓国人と話したことある。ないや、ご飯だよ、ご飯。あ、そうです、そうです。ご飯。危ない危ない危ない。ありがとう。飯よね。確かにバラバラも全然ありですね。まあ、各々持ってくるっていうのはありだね。各々ちょっとね揃えても全然いいです。韓国料理本当に気になってきましたね。韓国料理頼む。うん、頼むか。俺ユッケジャンスープめっちゃ好きな。あ、ユッケジャン韓国。ユッケジャンスープ韓国。え、だったらミョンドンの海苔巻めっちゃ安いってほしいわ。買いに行くってことそれ。いや、別に何でも、ウーバーでも、まあ、まあ別に食べ行っても、まあ、まあ歩いて10分以内で着くと思うけど、まあ絶対雨降ってんだよな。
まあ、勝山写真出てたらちょっとめっちゃ喋るじゃないですか急にめっちゃ喋るそう何言ってるか分からないってすぐ返されますよそれそれはえそんなサンドウィッチマンさんみたいな聞こえねえんだよ聞こえねえんだよですぐ終わっちゃいますよそれちょっともう中身にしようかえー、びっくりしたそのチーズ親子丼食いたいだけじゃんいいけど中尾にしようごめん今日はチーズ親子丼中尾めっちゃいいねな親子丼最強やからいや最強っすよチーズ親子丼俺食ったことないチーズ親子丼マジでギリギリやでなんかそのギリギリその気分悪くなるああなるほどね、うん、あまあ苦手な人はもう結構うってなるんですねそう俺いつも頼んじゃうねんけど、うん、ギリギリやなと思うあでもギリギリなんですねギリギリ美味しいまま終われるはいはいあじゃあいいか塩だし親子丼あそれもうまい中尾と言ったらそんな言ってんすみたいなうんてかめっちゃ頼んでるうんシンプル牛丼とかもありやな牛中尾で牛丼なしやろうんあ中尾ではね、うん、牛丼どこが一番好きうわ俺全ちょっと好きやかもなへえ俺松屋好きやなんか甘くないあ俺はねもう明太あれはあれで美味しいね高菜明太とか三種のチーズ牛丼が大好きすぎて、うんうん、吉野家も好きだけどね一番スタンダードの牛丼は吉野家が好きかもあ確かに確かに僕じゃあ普通の親子丼の大盛りでえ普通の親子丼でいい、はい、とろ玉親子丼シンプルいや俺ね親子丼好きやんなって親子丼好きなんですよあヤス親子丼作れるって言ってたもんなてかヤスにさ誕生日何食いたいみたいな聞いた時にさ親子丼って言ってたからめっちゃ好きえ俺の時寿司だったんだけど使わしたかったじゃん俺の時寿司だったんだあれえなんか金使わそうと思ってえ主に気使ったってこといや勝山に金使わせる勝山さんに金使わせるなんでだシンプル親子丼ね親子丼はいえ、しゅんちゃん俺もメニュー見ていいえ、何大盛り大盛り、あ、てかじゃあ普通盛りで唐揚げっていいですかあ、いいよ唐揚げ食いてぇなお、中尾の唐揚げうまいねうまいへぇ、竜田揚げみたいになってる、ね、そうそうそう勝山のにえ、ちょメニュー見てもいいですか月見うどんでいいえ、違うメニュー見てもいいですかって言ったの月見どれ何個 ?3 個みんな食いますよ唐揚げじゃあ5個にしようか、まあ、そうあったら食うかな食わせたくねえなこの人にあったら食うわ食わせたくねえ食いてーって人に食わせたいっすねなんなんこのとろたまねぎら親子丼えうまそうじゃ行ってみようかなすげえカスタムしてます、ね、こんな時しか行かへんしねぎらラー油かやっぱりとろたま親子丼ねだよこいつあんまりいやいやいやめちゃくちゃ切れるじゃんそんな言ってほしかったよ、はい、やっと見してくれたやっと見せてくれた、めっちゃ嫌な言い方するし見せたくねめっちゃ嫌な言い方するじゃん、さっきからあ、俺久しぶりに唐揚げも食わせたくねえ、この人久しぶりにカツ丼食べたいなうそや、勝山だけにだけにだけにね、うん、カツ丼もうまいっすよねカツ丼もうまいえ、しゅんちゃんなんだっけとろたま親子丼とろたま親子丼やすも親子丼だっけはいじゃあ俺も親子丼にしようえ、みんな親子丼えいねえってそうなの大人さんに集まってさ、そうっすじゃあでっかい1個でって注文した方がいいんじゃん。可愛い。1個を食べた方が。可愛い。いやなんか嫌じゃんなんかそれは。じゃあ俺カツ丼でいいや。はい。わでもそっか。この前さ大阪の芸人のカカオがさ、はい、コンビニ一緒に行って、はい、どん兵衛の大盛りあるやん、はい。あれ買おうとしてたから。めっちゃ小さいどん兵衛もあるやん。めっちゃ小さい。はいはいはい。あれ3つにしてくれへんって。なんでそんなこと言うんですか。お金高くなるだけじゃないですか。はい、ちょっと高い。お願いします。はい。ってことで、じゃあ、今日は中尾だ。たっかあーもう。値段のこと言われたら、後輩は何も言えねえってな。じゃあ、え、全然、ほんま全然いいねんけどさ、はい、中尾で4000円とかいく。ええ高っ。これはさすがに高いっすね。いや、でもみんな、あ、唐揚げ注文したからじゃない。唐揚げ、いや、唐揚げそんな高くないっすよ。俺 au ペイで買おうから au ペイ俺と令和北見の河野さんしか使ってないらしい俺もペイペイデビューしたいんだよねそうペイ系デビューペイ系ああまだそうか電子マネー使ってないのかそうまあスイカとかしかないなスイカそうそうっすねそうペイ系結構デビューしたいクレジットカード持ってるんですか持ってる持ってるえ持ってるもちろんなんでやんどうやって逆に au ペイ使ってるんですか
え、あの携帯代に加算される英雄簡単決済。ああなるほどね。だから毎月携帯代7万とかして、ああ、うん、あと D ポイント払い決済とか多いわ俺。まあ、D ポイントは使ってるんですね。うん、D ポイントってプリペイド？お金チャージする感じ？いや、チャージじゃなくて普通に溜まった分を使えるって感じで。アマゾンペイも使える。ええー。見たことないです。あれ、アマゾンペイってさ、なんかこのアマゾンのギフトカードで。あ、もうそれが直接そうなってる。あ、そうなん、そうなんすね。出前館やったら使える。あ、そうだ、出前館は使えるんだ。うん。へえ。物にするか食べちゃうか。どっちか。アマゾン？アマゾン。物を買うか食べるか。食べちゃうか。OK!OK!、うん、注文完了。ということで、じゃあ待ちましょう。はい。はい。